ごい柔らかくて、すごい柔らかい。コーヒーみたいな味する。美味しい美味しい。うん、美味しい。何なんだろう、飛んでるよね。ライトの問題じゃないのよ。ライト消すね。じゃあライト消すけど、これ見えないんだよね。そう、白いの。どっちみち白い、白くて見えない。どっちみち、どっちみち白くて見えないの。どっちも一緒なんだよね。そう。インスタライブは残してるけど、なんかインスタをアップデート、インスタがアップデートされて、でなんかインスタがアップデートされたら、その LINE LINE ライブの新番組決まったから、ちょっと LINE ライブって言ってた。インスタライブのなんかアーカイブに残せなくなっちゃって、そのインスタをアップデートしたら。でなんかその残すには IGTV の方に残すしかなくって、なの で IGTV には残してるけど、なんか24時間経ったら消える感じになってる。うん、ちょっと進化しすぎて使いにくくなっちゃったアップデートされすぎて使いにくくなっちゃった。あるあるを早く言いたいと。あるある、うん、そう、あ、そう、お皿の音聞こえ、なんか言おうとしてた。うん、そう、 LINE ライブでね、うち KT の新番組みたいな始まるという、フォローしました、 LINE ライブ。ぜひお願いします。予選、あ、ちょっとうーんって感じ。どんな番組なんだろう。私もよくわかんないけど、対決ですよ最初は。なんかそのもう写真出されてるんですけど、研究生となんか対決みたいな感じ。研究生とチームメイトの対決なのかな。今ね、ネットフリックスで愛の不時着を見てるんですよ。韓国ドラマ。めっちゃおもろい。いや、何？食べてるミクちゃん面白ってどういうこと？面白い。あ、白い貴婦人は、が知って、知っとったってどういうこと？あ、清がし。知らんもん、読めん漢字、無理。むず。何それ。知らん、知りません、知りません。この、これお母さんが買ってきてくれたから、その、知らないです。まあ、せいせいせってクラッシュはどっこいしょって知ってます？知らないですか？せいせいせいとクラッシュはどっこいしょあらほいって知りませんか？あれ？あ、違う。せっせっせのよいよいよいでした。全然私も知りませんでした。せいせいせってクラッシュなんて。
作ってました。あれ、これは知ってるでしょ、せっせっせーのよいよいよいは知ってるでしょ。あー、ループ数ですからね。ちょっと自分で作っちゃった。せいせいせいって書いて、違いすぎてビビった。全然違った。そもそもリズムが違った。せいしか合ってなかった。なんか弱かったね。せいせいせいのどっこいしょって。さすが作曲がバカにしとるやろ。もうない。ねえ、私さ、こういうさ、なんかさ、わっ、こういうさ、こういう、今こういう形になっちゃってるのね。結構食べて、こういうの手で食べたいっていう気持ちわかる？なんかもういちいちフォークでこうやってね食べるのもまあ思い詰まった、いいと思うんですけれども、いいと思うんですけど、なんかこうチーズケーキと か、こういうクッキー状のさ、なんかやつって私普通にこうやって食べたいんだよね。わかる、わかるよね。こうやって食べたい。あのショートケーキとかチョコレートケーキとかはまあ手ベトベトになっちゃうし、もう普通に食べるけど、なんかチーズタルトとかって手で食べちゃう。あ、Thank you。優しいお父さんが、喋っちゃダメだよ。気持ち悪いね。睨まれてる。何？お、なんかカノックスターさん的な、あ、カノックスターさんは、あ、なんかそのなんだろう、また別のね、普通になんかそういうのじゃなくて、普通にチーズタルトは手で食べてみたいな。カノックススターさんは結構何でも手でも食べちゃうね。気持ちいいですよね、あの音。あ、そうで、そうなんですけど、そうそう、皆様なんとですね、うちにてってれってってってんてんてん、ポン、マスクが届きましたよ。ピラララ、マスクが、三つの蜜を避けましょう。皆さん、三つの蜜を避けましょう。三つの蜜を避けましょう。はい。一、換気の悪い、密度空間。二、多数が集まる密集場所。三、間近で会話する。嘘。三、間近で会話や発声する密接場面。三つの蜜を避けましょう。はい、マスクが届きました。三密です。断密です。三密、断、三だった、断。皆様へ変化の情勢を踏まえ、一部の地域に新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が出されましたってね、いう三つの密、密と密集、密接を避ける行動の徹底をお願いいたします。そうですね。わわわわわわ、マスクいっぱい、マスクが届きました。うわ、懐かしい。このマスク幼稚園だっけ、中学じゃないか、小学校の頃、これ絶対やらなきゃいけなかった。小学校の時にエプロンとか学校に置いてあるんですけど、マスクは自分で持ってこなきゃいけなくって、よくこの布マスクをみんなやってたんですよ。こうやってでかくね、マスクで、よくこうやって
あの給食の時とかによくこうやってついでたご飯ついでた、そうなんか当番が決められてて、でその何そのご飯を継ぐ係とかなんかいろいろあって、そういう人たちだけこうつけなきゃいけないっていう、3つの蜜を裂きましょう。お分かり？いい感じの顔もかかる、いい感じですね。これなんか隠れそう。これでもう目も大丈夫、鼻も大丈夫、口も大丈夫。これでこそマスクね、すごいいい感じ。みんなマスクちゃんとつけてるか？こうやったらさ顎出ちゃうけど、いい感じにちょうど良いじゃん。いいじゃんいいじゃん。みんなゆきじゃん、マスク大事じゃん、ご飯食べるじゃん。てててててて、なんかいっぱい来た。冠？あ、モテ王だって。もう若さん、ありがとうございます。モテ王だって。モテに王様の、どういうことだろう。モテ王、イエイ。モテ王、モテ王です。博多の塩。すごい数来たね、ありがとう。あ、ひろゆきさん、くまさん投げてくれて、知らない間に。おいちお母さんいっぱい投げてくれてる。10、20、30、40、50、100個ぐらい、ありがとうございます。100個来た、ありがとう。眠くなってきた。ご飯を食べたら眠くなっちゃうっていう体質なんですよ。眠くなってきた。マイメロなんだけどね、すごく眠くなってきた。どうかな、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 どうかな。前目のなんだけど、クロミちゃん、なんかいっぱい来てるよ、ありがとう。今日イベントかなっていうくらいなんか来てる。ありがとうございます。クロミちゃん、モノマネシーンあるよね。モノマネ心あり、あ、寺田心さんのなんかコメント書いてるかと思った。そういうことです。そうですね、みんな知ってますか？声めっちゃで、ね。
そうそう、ブックオフのキャラ。そうですそうです、知らないから説明して。え、寺田心くんのあの本の CM ですよ。ブックオフなのに本ってねえじゃんっていう CM 流れてるの知りません？大好きなんですけど、あれかわいいってなる。かわいいねー寺田心くんは。かわいい、心くんかわいいねーってなっちゃう。本ねえじゃんっていうめっちゃ見てる初めてやりましたよ、初めてやった、やったけど、そうそうそう、かわいいねーってないもんねーってなっちゃう。そういうキャラだね、そういうキャラ、うん、ブックオフの CM CM でやってた。そう、超面白い、超面白い。ええちゃった。あ、ひろゆきさんが投げてるのが見えちゃった。ひろゆきさん、ありがとう、ありが、ありがとう、ありがたわ、ありが熊本城、ありがとうございます。さあ、ひろゆきさん今コメントを書き込んでいるところでしょう。ほら、やっぱり熊本城現存。今日はミクが元気で可愛すぎるから見継ぎもね。あ、殿、ひろゆき殿、誠にお礼申し上げまする、 お礼申し上げまする、誠に嬉しいでございます。ひろゆき殿、お腹は空いていらっしゃらないのどすか。ひろゆき殿、殿ありがとうよ、誠にサンキューマモット城、サンキューマモット城、サンキューマモット城、いいですね。苦しゅうないぞって。お、おお、毎度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 、おいでやす、おいでやす、毎度毎度、苦しゅうないちょっとよくわかんない毎度どすえどすえ、毎度毎度おきに。毎度ってあれ、関西ごちゃ混ぜになっちゃった。おいでやす、森やすまさん、森やすさん、毎度毎度毎度、お邪魔しましたって。あ、いらっしゃいませ、ご主人様。本日のご飯は、本日は何にします？ご飯ですか、うん、眩しくなってきた、これ消そう。どうかな、どうかな、どうかな、クロミちゃん、じゃじゃじゃーん、めっちゃコード絡まっと。前なんだっけ、明日ね、さ、明日、明日撮影なんですよ、撮影、明日、明日、明日とね、また6月とね、これを使うからね、大事にしまわなきゃいけないですね、ここに準備しとこうって。明日は早起きだ、もう気分あなの。あ、チャイナ服どうでしたか。そう、チャイナ服ね、チャイナ服着ちゃいなーって感じで、すげえ絡まった。What's under lip paper? リップ塗ります。どうかな、どうかな、チークにしよう。前メロなんだけど、チップ塗っちゃいな。
今日誕生日だって。お、大好きさん、おめでとうございます。どうかな、クロミちゃん。前メロなんだけど、前髪自分で切って、自分で切ってます。なんか髪の毛すっかすか。おっと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 、おっとっけよ、兄え、兄えよ、ポニーテール、ポニーテール、ツインテール、私は怒ってる。しないとさ、うまく結べへんの。ポニーテール、ツインテール、ポニーテール、ツインテール、私は怒ってる。アップ、私は怒ってる。辺の毛がちょっと短いんですが、ポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって、スクショ、スクショだっていらっしゃいます。あ、リップ濡らしてください。全然ならだせ、全然ならない。リップ、リップ、リップ濡らしてくださいませ。リップを濡らしてくださいませ、ご主人様。ちょっとお待ちください。土星どせどせ、あれ、ディップの塗るね、ペン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 、白、あれどこ、どこですか。なんかね、リップあった、リップを塗るペンシル、ちょっとペン、ペンシルでやっぱ塗らないとね、リップはね。よし、ふざけるのは大河にしろ。田中美久はいつもふざけすぎだ。田中美久はいつもふざけすぎだ。美久はいつもふざけすぎだよ。田中美久は。よし。なんかさ、跳ね出てる気がする。よっしゃ、光大丈夫ですか。はい、はい、どうかな、どうかな、どうかな、クロミちゃん、どうかな、マイメロなんだけど。なんか反射しちゃうんだよ。どうしようかな。またこの子を使うしかない。あ、ちょっとセッティングしますので5分ほどお待ちください。5分もかかんない。10秒ぐらいで終わってる。来て。まぶくね。ちょっとこっちにやり、これ下にやろうか。どうかな。どうかな。オーツ。オーマイガー。下にあって、こう、うらやめしやーになっちゃう。やばいやろこれはな。Oh my god。EGM、EGM 今下げてます。いい感じじゃない？こんぐらい、もうちょっとこんぐらい。軽すぎるか。こんぐらいだな。できた。ここら辺良くない？したら変えて。あんま反射しない。あ、そんな結構反射する。ちょっとどうすればいいの。光って難しいね。ここら辺かな、こんぐらいかな。はい、ポーズ何にしようかね。ピース
反射するな。あ、いい感じ。ちょっと涙がえぐ。どうしようかな。ここへん。どうかな。どうかな。ブレロイエイイエイイエイ。本当に変な人って言われる。ダメだ、ふざけちゃう。ポニーテールにするとさ、回したくなっちゃう。こうやって回したくなっちゃう。ポニーテールにするとさ、ちょっと今のうちに撮っとかないと、ちょっと真面目にしている間に。うんうんうん。緑茶飲む？緑茶飲む？イエーイ！冷た、美味しい。うん。イエイ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 、めっちゃ反射する。神よ、私にオーラを。神によ、私にオーラをくださいな。くだちゃいな。いい感じ。はい、高いポニーテール久々にやるな。すごいオーラが。オーラよ。女の子たちが好きそうなポーズ。好き？イカリン可愛いだって。あんがとう、んなちゃん。ありがとうね。音、男性の方が好きそうなポーズ。初期？初期？大好きすぎて無理。あ、ミツナイカありがとう。みんなが好きなポーズ、普通のピース。イエイ。初期ありがとう。好き伝え、トモも名前がもう好きですもんね。サイドポニーも見たい。はい、了解です、了解です。終わりました。了解です。子猫ちゃん、子犬ちゃん、どうしようかな。じゃあこの人の名前呼ぼう。赤、お待たせ。いい目つきだって。おいおいおい、慣れてんのか。おい、こっちとら九州のヤンキーだぜ。おい、バカにしてんのか。おい、ぶっ潰してやんよ。おい、九州の、九州のヤンキー舐めなよ。誰だと思ってるんだよ。名前を言いな。え、私の名、あたいの名前は大人だよ。確かに似て、大人、成長した大人。シェカラシカ、成長した大人、成長しました。大人になりましたよ。サイドポニーってさ、むずいやんな。むずい、むずいよね。お、難しい。遅れ毛がさ、
懐かしくない？あ、いけるわ、サイドポニー。いけるでしょ、いけるであろう。おう、レッツゴー、3、2、1。つつつつディスコ。横からバナナだって。バナナバナナ、私ってこう見えても結構大人だよ。気痩せするタイプだけど意外にグラマーだし、アダルトな化粧するし、恋も中級者くらい。イエーイ。まだまだお子ちゃまだわ、見栄を張っているようじゃ。 Maybe baby 家に帰りなさい。ちょっと役になりきってみました。ちょっと尺が長すぎましたけれども、役になりきってみました。ということで、写真タイムの流れでこうなっちゃった。しかももうもぐもぐ配信じゃないし。おい、テロップ消すぞ。電気も消します。ありがとう電気。スクショ取れましたか？まともなスクショはまあさぞかし取れなかったでしょうね。すいません、本当にふざけちゃってふざけちゃってごめんなさい。よし、巻きつけ2の、イエーイ。ちょっと待って、おもろいの考えた。ちょっとはす、なんかね、これやりたいなって思ってしまった。そんなおもろくなかったな。なんか30点もいかねえな。そんなおもろくなかったな。明日よろしくお願いします。機材さん、明日お世話になります。明日ですね、この機材を使っての撮影ですからね。暑いんですよね、こう首元がすごく。はい。で、来るな。だっていや、出ちゃうよ、出ちゃうもんは出るんだよ。出てくるなって言われてもね、出ちゃうもんは出る。さ、あの最近流行りのあれですよ、あのなんか TikTok とか Twitter でよく流れてくる、このあのなんか丸いさ、中でさボーってなるやつ、なんか子猫とかがさボーってなるやつあるじゃん。なんか犬とかがなんかこうやって、なんかこうやってやっとって、ズンテレレ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 ボンみたいなやつ、それですよ、それと一緒ですよ。なんか今日ね、雨降っててですね、あのすごい蒸し暑くて、そう曲に合わせて顔をはめるやつ、あれおもろいってね、可愛いですよね。なんかそういう子猫バージョンとかあったら。みぐんちゃん来ました、だってありがとうございました。よいしょ。褒めてほしいんですけれども、 TikTok のストックゼロなんですよ。ゼロなんですけど、なんとですね、 TikTok 撮ってストックが7、8とかになりました。お楽しみにしててください。なんか忍者みたいなポニーテになったけど大丈夫？イエイ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 。
ごめんね、ぶつけちゃったよ、ごめんね。この回したくなりません、回したくなりません、このポニーテール。なんか女の子気持ち分かってくれるかな、回したくなるんですよ、回したくなりませんか。ミクだけ、あのリコちゃんとかとやったの懐かしいですね、ちょっと公園でなんか懐かしい。夏みかんさんのさ、田中夏実さんのインスタのストーリーに確か載ってると思う。まあ載ってるのかな、もう載ってないか分かんないけど、載ってるんです、載ってたんですよ。リコちゃんがプロなんですよ、リコちゃんが、リコちゃんめっちゃプロなんですよ。私よりも坂口リコ様がもうすごいプロ、うまいですね。あ、録画してるようだって多いですね。そうそうそう、回すの誰がうまいか選手権やってて、なんか眠くなってきた。私もあたいもだよ、だいぶ眠くなってきた。あ、まだまだ夜はこれからですけれどもね。夏が来た。テーマはヤンキー。ちょっとここテーマヤンキー。これここが、いやこれがあのよマレニュー、あの牛島くんの手下ヤンキー。ここ注目、ここはここで上げてるんだけど、ちょっとここに入りのここはもうこっちとこっちどっちやねんっていう、こっちこれテーマ牛島くん闇金。おい、よろしく。ああ、なんかいい感じの、おお、なんか海にいる綺麗な女性を演じたい。どうすればいいの。全然演じられなかった。イエーイ全然演じられんかった。なんか海にいません、なんか女の子でさ、すごい生き生きした女性の人がさ、なんか ここにさ、メガネサングラスかけてる人いません、なんかこうやって、でこうやって、これがなんかドリンクなんですよ、ストローがついてる。でこうやって、こうやっていません、こうやってこうやってる女性、女性いますよね、海とかに。ほら、そう、これサングラスでこうやっていこういちょっと生き生きしてる姉ちゃんいますよね、こうやってこうストラでさ、ですってみたいな人いません？私だけ？そういうお姉さんたち大好き！あ、綺麗！なんでちょっと怖いけど、怖いけど好きですね。今はもしやいないのか、そういう姉ちゃんたちは。何飲んで、緑茶。ミクリンとはほど遠いね、だって。そうです、ミクリンとはほど遠いです。ここにかける人もいます。なんか最近知ったんですけど、なんかメガネをなんかこうする人見かけたんですよ、最近。テレビっていうか、なんかそのネットフリックスとかで。これはどこに目があるんですかって聞きたい。最近、うん、あのさ、あ、前からいるんだ、前からいるらしいんですけど、あの、そう、おしゃれだと思ってやってる。私がやったらもうどこに目あるのみたいな感じで、おしゃれな人がやったらすぐとてもおしゃれなんですけどね。ここにやってる、これどこに目があるんですか。え、どうしてこうなるんだろうと思って。いや、わかります、もちろん。そのメガネはこうやって、ここにこうやるのはわかりますよ、こうやってこうやってやるのは楽だから。でもこれがどうやったらこう、ここにこう来るんだろうと思って、どうやってこういう流れになるんですかね。これをだって
さ、こっちにこうやろうと思ったらさ、反対メガネになっちゃうわけじゃないですか。ね、でこっちをさこうやろうとしてもさ落ちちゃうわけじゃないですか。これわざとこうやってるわけじゃないですか。わざとここに、これどういう意味なんですかね。どういう意味なんですかね。これすごいですよね。これおしゃれにできる人って本当にすごいと思う。私これもできないですもん、撮影でしか。うん、すごい。あとここ最近こうやる人もいるけど、これすごいよく落ちないねっていう。私もあーって言って落ちちゃうもん。もうすごいですよね、最近のメガネの使い方が進化している。うん、こことかは全然わかるけどさ、かっこいいなーって、綺麗な女性だなーとかなるけどさ、私なんかもう最近もいろんなさメガネの付け方がなんか進化しすぎて、そのうちなんかこういうの流行っちゃうんじゃないとか思うんですけど、こういうのここもう耳にメガネかけちゃうみたいな、イヤリング代わり、これ流行りそうだと思うんですけど、この数年後、もう数年後にはこのサングラスのかけ方が流行ると思うんだ。私はイヤリング代わりにやっぱ耳につけるのって最近流行ってるじゃないですか、まあね、せめてこれが流行るんじゃないかと。だってイヤリング代わりでよくない？これすごくどう？でもだってもうこれとこれがありな時代ですよ。絶対にこれもあり。うんね。でもそれかも髪飾りにしちゃうみたいな、こうやってこうやっても髪飾りにしちゃう。はい、髪飾りイエーOh my god って感じ。全然ありえそうなね、ありえそうな時代です。ね、すごいですよね、最近の何時代っていうの。びっくり箱、最近の時代びっくり箱。苦い、これ苦いんですよ。なんかめっちゃ液状なんですけど、液なんですけど、これ液を塗るんですけど口に。苦い。これ乾燥すれば口が乾燥するほど真っ赤になってくれるよみたいな、いいリップです。シュプリームとか興味、シュプリームって、え、何これ、漢字合ってる、英語合ってる、読めてる。いや、歯並び綺麗になった、だってなった、本当。あ、シュークリームシュークリーム、シュプリームって間違えてみる、かっこよくない？全然かっこよくない。シュークリーム好きですよ。大好き、シュークリーム大好きシュークリーム大好き。クリーム美味しい。やっぱ継続は力なりやな。だって、え、何の継続なんだ。あ、羽、そうですよね、本当に。それとコーヒーカップにつくの、あ、分かんない、こういうのグロスついちゃいますよ、リップが。こうやってリップついちゃうから、こうやって拭いてでやります。クレープ食べたいです。あー、ミクも食べたい。シュークリームとチーズケーキどっちが好き？あ、シュークリームですかね。私チーズケーキあんま好きではないんですよ。食べれるチーズケーキとあんま好きではないチーズケーキがありましてですね。うん。なんかレモン チーズケーキは基本無理です。はい。缶詰の果物とか、なんかその何も加工していない果物は大好きなんですよ。でも何かに付け加えた果物はあんま好きじゃない。その。レモンチーズケーキみたいなやつあんま好き、美味しさ感じない。レモンはレモンで食べたいし、チーズケーキはチーズケーキで食べたい。まあでも卵かけご飯とか TKG とかは、まあそのもちろんのいい使い方をしてらっしゃるなと思います。加工するとダメ。なんかドライフルーツもあんま好きではない。うん、ネチョネチョしてるもんだって。ネチョネチョしてる。
チーズケーキさんの気持ち考えたことあるんか？あんた、あんた、たくやは、たくやはチーズケーキの気持ちを、じゃあたくやは考えたことあるんか？あるんか？なんかこれ聞いたことあるな。あるんか？あんたはなんとかしたのことあるんか？っていう、なんだろう、CM かな？あんたはなんとかしたことあるんか？みたいなやつ、CM で見た気がする。全然出てこなくてやだー。うーん。あ、そこに愛はあるんかだ。これだ、これです。わあ、すごい。みんな、そこに愛はあるんか。これ何の CM なんだろう。何の CM だこれ。アイフルのジョ、アイフルの CM だって。そこに愛はあるんか。じゃあ、あんたはチーズケーキの気持ち考えたことあるんか。まあ、そうですね、チーズケーキ、まあチーズケーキはチーズケーキで美味しいですよ。でもそこにレモンを加えることによって、その酸味というんですか、そのちょっと酸っぱさというんですか、あんまりそう食べたことはないんですけれども、ないか分かんないんですけれども、そこになんかこうレモンの香りがふわっとくる、そのすごいレモンをいい風に使っていることも分かります。でも私はレモンをレモンそのまま食べたいです。はい、だからそこに、そういうことです。あ、オレオチーズケーキはめっちゃ好きだと思う。大好き。オレオ大好き。オレオってそのまま食べるのも美味しいけど、何かとコンビ組ませるために生まれてきたものだとも思うんだ。あ、まあ全部そうですよね。そう言えば、まあそういえば全部そうなんですけど、美味しいですよね。すごいですよね。簡単に作れそうだけど私は作らんな。なんかめんどくさい。そうそう、アイスとかさ、そうそうそう、オレオ、すごい、オレオの気持ちを考えるだって。そうそう、オレオ、オレオってほんと何でも相性合うからさ、デザートだとすごいですね。何とコンビにするのって、え、バニラアイスとか、もうそういうこと、チーズケーキとか、え、抹茶とかチョコのアイスでも合うと思う。だからもうアイス全般合う、オレオは。で、牛乳とかにも合うのよ、オレオは。オレオは結論 DD なんだよね。そうそう、何でも合うから DD なんだよ。誰でもね、抱いちゃうから、うん、誰でも抱いちゃう、 DD だから。 DD だと俺は、うん。でもまあそれはデザートの分類で、あ、ご飯にその俺は合わないから、結論まあそうですね、強いて言えば卵とかも DD なんですよ。うん、まあ、DT かな、誰でも包んじゃうから。うん、なんかこうオムライスとかにしても美味しいし、卵かけご飯とかにして包んでくれるから誰でも。うん、時と場合によります。うん、時と場合によりますね。うん、オレオはそうですね、 DD ですよ。誰でも抱いちゃう、抱いちゃうっていう表現の意味は、そうですね、まあまあ簡単に説明しますと、オレオはこうバニラとかアイス全般にも合うし、先ほど言ったチーズケーキにも合うじゃないですか。でも合うっていうことはくっつくっていう意味ですもんね。そうで、こう一緒に食べるという、もともとオレオは抱いてますから、もともとオレオはいますから、間にいますから、さらにそれを越して浮気するっていうことなんですよね、私からすると。だっているんだもん、あなたには一番合う人が真ん中にいるでしょって、ここにいるでしょって、ここにバニラをなんかこう加工したこうクリームのね、愛すべき人がいて、それをオレオは優しく包んでくれてるのに行っちゃうんだよね。そこがまたオレオのいいところ。うん、オレオは何でも合う、さすが、何でも合う。だからこう今チーズケーキオレオ、オレオチーズケーキが流行るんだと思います。うん、そう、あ、そう、アイス、アイスに合うのよ、合うのよ、本当に美味しいのよ。もうミク、アイス、アイスの愛してるんです、本当に大好き、美味しいです。もう春夏春冬美味しいですね。オレオで大人トーク、大人と
俺を好きっていうなんかさちょっと俺をね、そうね、愛すべき人がいて、そう愛すべき人がいて、はい、アイスのみ、あのテレビで見てたアイスちゃん、アイリちゃんかな、あのみんなの顔を合成した人、センターの子で、それ合成なのか合成じゃないのかみたいな一時期言われてたじゃないですか。普通にいるかと思って、あこのすごいなんか前でもちょっと前田敦子さんがずっとセンターだと思ってたから、なんかねそうだと思ってたから、なんか急にこうそ前田敦子さんを超えてセンターにいるこの CM の子誰ずっと注目してて、普通に可愛いってお姉さんだと思って会ってみたいなとか思ってたけど、携帯が使える時代になって自分もその時幼かったからで調べて、なんか合成のそのみんなの顔合わせてみたいなニュースとかを見て愛美ちゃん会いたかったよ、愛美ちゃん本当に存在すると思ったよって思ってすごくちょっと悲しくなった。うん、すごい可愛かった、すごい可愛くて好きってなったんですよ、すごい好きって。でも本当に存在するんかなと思って、そうこんなになんかもう CG っぽい子がねいるんだって思って、てかどっからオファーしたのかオーディション受けたのか、でもねどっから来たんかって思って、この子でもニュースでみんなの顔を合成したって聞いて、あいみちゃん一回は会いたかった、あいみちゃんと握手したかったよって思いましたね。悲しかったです、悲しかったです。でもね仕方ない田中行くって本当に存在するか、会ってみたい、会ったことあるじゃん、握手会来てくれたことあるじゃん、そう悲しい、アニメキャラみたいなもんです。他みんなでも合成してた、あそう他みんなでも合成してた、あれ可愛いよねあの子、なんか可愛いよね、他みんなの HKT メンバーのなんか、おごめんね全員の顔合成したんかな、可愛い、普通に可愛い、なんか悲しい、もう可愛い子の隣行きたくないです。んそうアンドロイドみたいな、ね、アイスの実ミクリンと顔を合成したい、いいですね、ミクもやってみたい、やってみたいです、顔合成します、一緒に、変顔しちゃう、ね、ファンの方と合成してみたい、顔バッかっこよくないです、ね、リノちゃんと全然顔変わらんかった、リノちゃんの口好きだからさちょっと嬉しかったな、ね、トシさんのあるコメント本当？どういう意味だろう、ちょっとよくわかんないけど、って言っといた、ニクリさんはメンバーの顔と合成して、そうですね、誰と合成した、うんどうそうですね、ナコ、うん、ナコ、あゆいちゃんも可愛い、ゆいゆいね可愛いですよね、
ナコとミクどっちが好きみたいなの昔からよく見るけど、そんなナコと合成してねえな。もうナコミクちゃんっていう子が出てきた。もうそりゃもうそれまた最高ですね。やっぱ日向坂さんの影は好きなんですけど、お顔が可愛くて好きです。イエーイイエーイ何してんだろう。なんかもうみんなのコメント読んでて、イエーイってなんかやらなきゃと思ってイエーイってやってた。今日誕生日を迎え、おスタッフさんおめでとうございます。バレに帰るのやめてだって。いやなんか何やってんだろうなと思って、イエーイとかもうイエーイとかね、何やってるんやろうと思ってびっくりしちゃったね。ちょっとコメント読んでた。みんな痩せようとしてるから応援してる。ポンタカンターカンターアンター、どうこんな痩せどこ行ってたの、カンタこれ何かのアニメじゃないな、これなんだろう。カンタって言ってるの、これなんだよ。隣のトトロのカンタだっけ、いますよね。カンタ名前違う。ポンタタ痩せようとしてんの。ポンタ耐えらいね、そんなに耐えらいね。ポンタポンタあんた、こんな夜遅い時間まで、飯のこと考えて、3度の飯より田中に行くぞ、ポンタすぐおかしくなる。もうやだ。そうですね、ポンタさんに一言言ってあげる。3度の飯より田中美久。ちょっと何言ってるかわかんない。そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうかな。寂しい？寂しい。今からちょっとうざい、今もともとうざいんですけれども、ちょっときつい女の子演じるから、ちょっと付き合って。スタート。ねえ、ちょっと今からさ、報告があるの。今から。ショールーム。終わろうと思うんだ。寂しい？寂しい？寂しい？私がショールーム今から消すってなって。寂しいね。聞かせて、その胸の気持ちを聞かせて。寂しい？今。どういう感情？ピエン超えてパオンだって。ピエン超えてパオンだって。あ、うざいだって。はっ、うざい今。うざい、なんでうざいの、説明して。それは、ニキちゃんが好きだからしないの、説明しちゃってよ。心に穴が開いちゃう。大丈夫、釘で打っとくか。カンカン。釘を刺す。釘とか大丈夫だよ。あなたの心に開いた穴全部私が釘打ってあげる。プシュプシュプシュってウィーンって、結局はブリッコが一番だよな。だってブリッコって何ですか。全然わかんないの。すごい、一気にこの顔ができるのって天才だもん。コメントなんか読みたいと思います。
最近ミクに声低いもんね。うん、分かんないです。ずっとなんか声低いと多分リラックスしちゃってるんだと思います。女の敵は、敵こんなに多いんですか。へえ、ただちょっと、はい、疲れちゃった疲れちゃった疲れちゃった。ランキング読もう。シローさん、12位ホリちゃん、11位解放系マン、10位スキッツタヤトモモ、9位はショッパーンパン、8位はピケトロピンク、7位はミツノリさん、6位はミクのジージリンゴ、5位はリューチェルチェル、4位はポカチュイルナベさん、3位はラブミクリンさん、2位はアカさん、1位はヒロユキさん。ありがとう。本当にある、本当にある。寂しい人はインスタライブに今から来てね。しゃ、シャミッチーしたインスタライブ来てね。